XM800 走行偵察車は1970年代にアメリカ陸軍が開発していた偵察戦闘車である。試作のみで正式採用には至らなかった。1958年によりアメリカ陸軍は次世代の走行戦闘車両の開発を進めており、1965年本社はマイテフマイナス65計画として具体的に進められ始めた。 マイケフの名前の通り、不評戦闘車の開発をし目的としたものではあったが、これと同時に、機兵部隊向けの走行偵察車の開発も進められることとなった。マイケフとアスブの計画には直接の関連性は薄かったが、多くの類似点、共通点が持たされていた。x m 八百 w アスブ計画は百七十二年より具体化し、同年五月十二日、 FMC 社とロッキード社が競争施策の契約を結んだ。FMC 社は4つの天輪を持つ早期車を提案し、XM800T の名前を与えられた。ロッキード社は6輪の送輪車を提案し、XM800W の名前を与えられた。これらはいずれもスイスエリコン社製のエリコンカットのアメリカ版である。 M13920mm 機関砲を装備した同一設計の砲塔を搭載することになっていたが、後に XM800W は独自設計の砲塔に変更された。試作者は1973年11月に陸軍に引き渡され、比較試験を受けることとなった。しかし、これらは当時運用されていた M114 装甲、偵察者よりも決して優れておらず、 むしろ劣る面すらあった。唯一使っていたのは m 百三十九二十ミリメートル機関砲による火力であったが、九百六十九年から配備され、始めていた a 一 e 一型で m 百三十九が m 百十四に導入されたことで、この優位も消滅した。陸軍は m 百十四に対しても性能面で不満を抱いていたため、これよりも性能が低い車両を新規に採用することは、 到底認められないことであった。火力の不足を補うために、クライスラー社製の BGM-71 と対戦車ミサイルの発射等2機を装備した砲塔を搭載する ITV 型も開発、試作されたが、陸軍の評価はかんばしくなく、比較試験で敗北しつつあったロッキード社は政治工作に訴え、また、姉妹プロジェクトであるマイケフ計画も混乱していた。 これらの結果として、1975年、XM800 アスぶ計画は、最終的に中止され、いずれの案も採用されずに終わった。なお、次世代走行偵察者開発計画は後に、マイケフ計画と合流し、最終的に、M2 ブラッドレイ不評戦闘車とファミリー化された M3 ブラッドレイ騎兵戦闘車に至ることとなる。生産された試作車は廃棄処分されなかったものが、 博物館や駐屯地の展示品として現存しているほか、少数が民間に放出されている。ありがとうございます。